違う。あ、違うか、変わった。これは、は、これ何？ロート？マジで？俺、仕事見えとったような気がすっちゃうよね。あの時やろ？下から見た時ね。俺も見せてもらったけど。吸われたかな？メスに、うん、でも餌あったよ、しっかり。あるけど。餌がお好みじゃなかった。動物性、タンパク質欲しかった。うん、天然。オッケーオッケー、ね、メスは、うん、ほら見当たらん。慎重に行ってやるし、うんうんうん、頭もない。そうか、頭だけは吸われんじゃん。そうそう、頭もない。サイン期待やね。うん、マットから1個？卵も？なかった。ない。これ1頭でプラスに持っていくのかなりきつい。無理。まだわからない。俺は諦めてないわ。まだ諦めてないよ。そろそろ幼虫潰すやろね。そうだね。この大事な時に。やばい、そんなことして。メス出した方がいいよね。頭突っ込むことある。ああ、掘っていくと。マークは結構いい感じで入っとんで、はい、で、お、どうした、まずいか。よし、なんかよし、やっていこう。おりよ、ここ記念すべきや、2頭目。なんか高いクワガタよりもなんか嬉しい。まあ高いよこれ。何よっと、天然平田クワガタ、自分で何回も何回もガソリン使って1頭のに。めっちゃ高いよこれ、言っとくけど。まあこれ1頭1万4000するよ、本気で。うんね、そうやろ。うん、確かにライトとかなんとかね。そうよ、人件費3人入れてこれ3万で売ってやっといいぐらいよ。恐ろしいね。そうやろ。そうやろ。そう、最終地そんなもんやったら、最終海外で最終しよる人とかも大変よ、多分。相当大変よね。相当大変よ。俺らですらそうよ。これ3万円の価値よ、だっけこれ。3万円。メス少なかったもんね、最初だけ取れて。2匹今。全然全然綺麗やこれ。地獄樹みたいや。全然綺麗もんだってこれ。100円の包丁。パッと引いたら切るかもしれんけど。うん、やばい。それで切れたらもうやばいね。治らんだ。そんな動画じゃないやろ。なぜしよう。ゼリーね。ゼリー今ゼリーをね。ね、ゼリーを安いのでさ、いろいろ試しとったよね、実は。おうおう、それで俺らほらゼリーの消費激しいやん。激しい。